のになぜ私たち恋をなくしたの。ああ匂いで晩御飯のおかずも言い当てれる気持ち。品数までなのに私のこの想いは閉ざされた闇の中。昨日目も見ず、まるでプロイラを聞くだけでも温度がわかるのよ。天ぷらは耳であげる。声を聞くだけでも怒ってるとわかる。きっとあれがバレたのね。長すぎる名前呼ぶように。